今日は僕の秘密の部屋を紹介したいと思います。ボブダパンよ、大家好、ボスエグザイルアキラ。そのコレクションを管理している日本の倉庫です。僕が昔からヴィンテージが好きなんですけども、自分のお宝が詰まってます。普段はスーツスタイルが多いんですけれども、普段カジュアルの時はこういったね、アメリカンスタイルといいますか、アメリカの古着というのがすごく好きで、このフリンジのこれはポロウエスタンなんですけども、ご存知の通りラルフローレンというブランドがあるんですけども、こういった形でたまにね、こうスラックスとかスーツとかにも合わす時もあるんですけども、はい、こういった形でフリンジとかついてると少しね、派手になりがちなんですが、やっぱりポロウエスタンのものはものすごく品があって着やすいです。こちらもなかなか型数がないんですけども、ラルフローレンパープルレベルのフリンジのスーツですね。スーツスタイルなんですが、フリンジがついてるもの、まあ、こういったものを僕はよく好んで着てますね。こちらも僕がエグザイルになった記念で買ったジャケットです。夢を追いかけて夢が叶った瞬間ね、ちょうどその時に巡り合ったネイティブアメリカンのジャケットです。20年前のものですね。自分はやっぱり一つ気に入ったものがあると、なんか一つのものをものすごく大切に着るっていう習慣はあるかもしれませんね、はい、これも自分の体にぴったりな、なかなかこういうものって、肩幅が多かった大きかったり、ね、ウエストがワイドすぎたり自分にフィットするものはないんですけども、ちょうどエグザイルになった瞬間このジャケットと巡り合ってしまって、これは運命だなと。これは WRL のビンテージですね、これも数量がほとんど出てないと思うんですけども、こういった感じでスタッツが打ってある、ホースシューのマークにスタッツが打ってあるね。この辺もネイティブアメリカも象徴する星、月、太陽、そしてハートがね刻まれてる愛の詰まったデザインだなと思います。レザー愛が高校時代から本当に半端ないです。この辺もね、もう何十年も前からのもあれば巡り合って、こういったレザーもねなかなか自分の体にフィットするものはもうオーダーメイドじゃないとやはり巡り合わないので、自分のサイズに合ったものは大切にずっと着てます。寝る時もこれっていう時もありましたね朝起きるのもこの格好、夜寝る時もこの格好、はい、そんな時もありました、はい、マニアックの方は知ってると思うんですけども、これなんかは僕が好きなアットラストブッチャープロダクツというね、世界で一つしかないっていうものも僕はすごく好きで、これもハンドメイドで、一つ一つ違うので、こういったカバンも僕はよく愛用してます。あとはベルトとかですね、この辺は自分がオーダーメイドで、作ったインディアンジュエリーのベルトです。もう腰に巻いてるとこれだけでトレーニングになるんですけどもこれなんかは一つ一つシルバーを作ってですね、革の紐、自分のサイズに合わせた革の紐に通して、ハンドメイドしたものですね、この辺なんかはもうネイティブアメリカンのベルトなんですけども、これももう相当古いものですね。この辺なんかはもうなかなかこの状態で出てこないんじゃないかなと思います、まあ、こういった形でヴィンテージのベルトだったりカバンだったり、あとは自分はよくねスーツの時に、ただのフォーマルでなくてネクタイの代わりにこういうものをよくつけてみます。このような形でね、キュッと上に締めてやるものなんかはものすごく好きですね、まあ、よくヴィンテージね、何年代、いついつの何々とかどこどこの何みたいな結構細かい情報がつきものなんですけども、まあ、自分にとってヴィンテージはやはり巡り合いなんで、昔のその年代のものが今自分の体にフィットするものが巡り合ってしまったっていう感動に負けていつも手が出てしまうんですけどもこれも一つ一つヴィンテージっていうのはカビが生えやすいので空気調整をしてですね、除湿機もありますし空気清浄機もありますし、こういったね、カビのペーパーを一枚一枚、ヴィンテージの間に挟んで本当にワインセラーのように管理してます
このガレージの中で、一番貴重なものなんじゃないですかね、こちらです。 B のホース側のパッチですね。パッチのデニム、そしてこのストロングホールド、これのどれぐらいですか、1940年代っていうぐらいのものですかね。だいたいこういうボタンなんかも現代のものに差し替えたりするんですが、これはもうそのまま残ってて貴重なデニムなんですが、こちら僕初の写真集を出版させてもらったんですけども、こちらの中身のコーディネートは全て自分がスタイリングしております。ロケーションもこのねデザインも自分でしております。このアキラ LA、 このストロングホールドを着ています。これですね、まあ、この、はい、この写真集をラルフローレンさんがなんと直々に見てくださったんですよね。この中に、ラルフローレンのヴィンテージも自分で、着こなしているところがあるんですが、ちょうどそれを見たジャパンのラルフローレンスタッフが本社に行った際に、これをかっこいいから見てくれということで、ニューヨーク本社のスタッフたちに、見せてたところ、なんとラルフローレンさんこれを手に取って見たらしく、この写真集を見てね、このこいつは誰だとこいつはラルフローレンの体現者だっていう風に言ってくださって、ラルフローレンさんは僕のことをね、こう俳優とかエグザイルをやっているってことは一つも知らないんですよ。僕がね、コレクションに招待されて、その時に一番最初にラルフローレンさんにお会いしたんですけども、僕もラルフローレンさんの大ファンでしたので、その時にね、手紙を書かせていただいて、自分の思いをお伝えさせてもらったんですけども、そしたらラルフローレンさんが初めて会ったどこの誰かがわからない日本人の男の子にですね、直筆で手紙を書いて、返信をくださりまして、そこからラルフローレンさんとのお付き合いが始まったんですけども、昨年ではね、グローバルアンバサダーも務めさせていただいて、50年の、ね、歴史の中でアジア人がアメリカのね、象徴するブランドラルフローレンのメインのイメージモデルアンバサダーを務めるっていうことはこれまで考えられなかったことなので、ラルフローレンさんのね気持ちだったり思いっていうものもより深く感じましたし、やっぱり好きなものをこよなく愛して貫き通した先にはやはりね夢を叶うということにもつながりますし、自分のね愛する尊敬する人を導いてくれるというところにもつながったので、何かいろんな意味で自信がついたといいますか、いろいろと感じさせてもらえたなっていう機会ではありました。続きまして紹介するのは WRL ということで、こちらすごいですよ、まあ、僕足元見ていただいて分かると思うんですけども、このウエスタンブーツをね日頃愛用してるんですよ。このウエスタンブーツ、これ全部同じですこの中に入ってると全部同じです。先ほども言ったんですけども、自分は一つのもの一つの形こよなく愛しますので、このウエスタンブーツの形もあと30年40年履けますね。そういった意味で今ストックを作らせてもらいました。こちらは WRL の工場で、作らせてもらったんですけれども、中に見てください、これ WRL for Akira、 これ2018年に作ったんですけども、2018と刻印が打ってます。これは売ってないものです工場でね WRL で、作ったことを聞いた本社のスタッフがロマンチックに入れてくれました。小物はバンダナが好きですね。バンダナにもやはりいいヴィンテージのものであったりレアなものがありまして、こういったねアイテムもありますので、ね、こういう感じでね通して、これに通すんですよね、こういう形で、はい、こういう形でね、シャツの上にいいネクタイ代わりにバンダナを巻くときもあります。はい、いろんな形でバンダナは使えますので、自分にとっては欠かせれないアイテムの一つですね。こちらはインディアンジュエリーですね。インディアンジュエリーもね自分もすごく好きなので、ターコイズブルーっていう、このね石の色が僕はすごく好きなので、やはりね、気に入ったものがあるとゲットしちゃうんですけれども、この辺なんかも1920年代からのものもありますし、年代によっていろいろと形が違いますから惹かれるアイテムですね。こちらはかなり面白いものです。 T シャツですね。
こちら僕が作りました手作りです。ザ・フールって書いてあるんですけども、僕のエグザイルとは別でやっているバンドのチーム名です、エグザイルの小吉のね、昨年かなリリースさせてもらったんですけれども、僕はギターをね、やりますので、ザ・フールズっていう T シャツを作らせてもらいました。僕の LA の友達のデザイナーブラッドリーってやつがいるんですけども、そいつと一緒に、作らせてもらって、実はこれはここまで僕をヴィンテージ好きだとは皆さん思わないと思うんですけども、びっくりすると思うんですけども、裏地はこういった形でね、ヴィンテージの T シャツなんですよ。一つ一つドッグティーを買って逆にこう裏にして、はい、裏にプリントをする。ザ・フールっていうのは英語にするとあまりいい言葉ではないんですが、タロットカードのザ・フールナンバーゼロというカードがあるんですけども、そのカードは愚者の魂のカードです。本当にね、誰も挑戦しない道なき道を進むもの、またねこの崖の淵に立たされてて、時にはそこに飛び込むことを後ろ指を指して笑う者もいる。だけどザ・フールナンバーゼロのカードのものは挑戦していく、常に強い精神で、自分の道を切り開いていく、そういったものすごくね、ポジティブなメッセージのタロットカードのネーミングですので、僕はなんかすごくザ・フールっていうのがすごく好きで、この T シャツを作らせてもらいました。そうすると、ね、自分の好きなバンドも背負ってますし、自分のチームを入れてるっていう、こう遊び心を入れて、まあこれね販売してるわけじゃないんで遊びで作ってるんで、一ファン心としてバンド T です。あとはこういった面白いものもあります。これキャスケットっていうねキャップといいますか、これ実はレザーを一つ一つ解体して作ってるキャスケットなんですよ。これもハンドメイドで、要はこういう一つ一つのライダースですね、こういうライダースをつなぎ合わせていい部分を、それでこれが完成するというかなり手の凝ったものです。これでレザージャケット 2,3 個分とかじゃないですかね。まあこういったものをね、解体したものをこういう形にするっていう、冬場は T シャツにレザージャケットにキャスケットとか、まあ、こんな感じ。さっきのジャケットと何が違うんだっていうね思うかもしれないんですけども、ちょっとしたこういうポケットの位置だったりディティールだったりね、この襟の具合だったり、そういうところで、ものすごく着方がね変わりますので、ちょっとした違いでも自分はね何着も持ってます。はい、しょうがないですねこんな感じで、今日は僕のプライベートガレージを紹介させていただきました。ヴィンテージだったりね、古着が大好きなんですけれども、やはり思いのこもったものであったり、味があるものというのは何年経っても色褪せないのでね、ものすごくヴィンテージをこよなく愛してますので、また何か面白いものがあったら紹介したいなと思います。楽しみにしてください。